ボールはメッシへ。アラバからクリスティアーノ・ロナウド、ネイマールからグエンドゥジ、縦へのボール、カウンターを仕掛けていきます。ラッシュフォードからメッシ、シュート、シーボーグ、いやいい反応でしたね北澤さん。いやよく止めましたね、ファインプレーですよね。ハブレナゲルは嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね。まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。ナインゴラン、ポグバ、組み立てながら攻め上がっていく、裏を狙う、セルヒオラモス、セルヒオラモスから縦、左サイド上がります、抜けてくる、ディアス、ダッシュフォードからメッシ、ナインゴラン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。これはつながりません。長いボールを送ります。メッシからラッシュフォード、フェースを狙った、ハブレナゲルとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。吉脇キンミッヒ、縦へのボール、メッシー裏のスペースを狙う、オフサイドです。残り3分というところでしょうか。このボールはつながりません。ちょっと危ないぞこのパスは。アラバからアーチのようなパス、ここで前半の45分が終了しました。前半0対0。北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。ハブレナゲルとしてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの開け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。ハブレナゲル対ベイジンゴア、得点は動かないまま後半を迎えます。セカンドハーフ見ていきましょう。来た、シュート、いやー先制、後半で試合が動きました。ネットを突き破ろうかというような力強いシュート、いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。さあベイジンゴアン先制1対0です。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね。メッシースルーパスを出す、来たか、ベイジンゴアン、ここもしっかりディフェンスしました。吉脇キンミッヒ、メッシからスペースに出る、うまいですね、ス
低いクロス、ベイジン・ゴアンあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。メッシー、グエンドゥジ、素早いパスで攻め上がっていきます。ボールのがこのパス、ベイジン・ゴアンが今のような短くつなぐパスで組み立てるパターンが多いんですよね。そうですね、お互いの選手間の動き出しの意識の共有が良かったですよね。いつも通りこれを繰り返していけばいいと思いますけどもね。両チームともメンバー交代があるようです。パスでつないで攻め込んでいきます。ベイジングワン、これもファールですもんね。サウール激しいボールの奪い合い、ルーズボール、プレスからボールがこぼれる、どうする、ボール入るか、シュート止めた。しかしこれよく止めましたね。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。ミドルこぼれた、中央、モラタ。ベイジングワンとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、うん、攻めに集中してスタミナショット。さあ来た、来た、どうだ、シュート、決まった、追いついた、追いつきました。いいですね、この展開はファンも燃えますね。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。モラタ、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。ハブレナゲル、同点に持ち込みました。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスを、シュート、アーノルドから長いボール縦へ、裏を狙っていきます。さあ抜けた、ここかわす、さあ勝負だ、アッドハンド、意表を突くシュートです。ループ意識したのかもしれませんけど、もったいないですね今のは。好セーブを見せました。アーノルド、やはりここで蹴ってきます。曲がっていいボール入りますからね。キーパー触る、オフサイドか。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。何か両チームとも無得点だった前半とは別のチームになったみたいですよね。デリフト、スペースを狙う、スマッシュート、さあつながるか、どうだ、クリアです。仕掛けるか、さあどうする、裏へ出るか、オフサイドです。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。サラー、裏を狙っていきます、
いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。チャンスを演出できるか。中央上がっていきます。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。裏へのスルーパス、ネイマールからラッシュフォード。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。ネイマール、ラッシュフォードからサラ、このパス振り切ったが、シュート、入った。これはゴラッソ、いやー、なんという、いやー、なんという。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。ベイジン・ゴアンは選手交代のようです。さあ、ベイジン・ゴアン、土壇場で1本抜きんでました。いや、ここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで非常にコースのバランス良かったですからね。そうですね、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。さあ、つながるか。アディショナルタイムです。メッシー、ネイマール、ロングフィードで狙う、裏へ飛び出した、抜けた、さあ勝負、シュート、来た、追加点。これがダメ押しゴールになるのか。ラッシュフォード、北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んでゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね。いや、しっかり決めてきましたね。ラッシュフォード、今日2点目です。さあ、ベイジン、外れたところでホイッスル、試合終了、3対1、ハブレナゲル負けてしまいました。さあ、北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。ハブレナゲルとしては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかったでしょうね。やはり組織がしっかりま